こんにちは。達人研究所所長、川村修司です。今月の動画のテーマは、浸透する力を養成する手首体操です。4種類あります。まずは手首体操1番です。このように小さく前に倣いの形で手を前に差し出します。手のひらを向かい合わせます。この状態で手首の関節部分を上に下にと動かします。ちょうどこんな感じです。今度は2番です。スタートの姿勢は1番と変わりません。今度は手首の内側、外側を使います。このように左右に動かします。今度は手首体操3番です。手のひらを下に向けます。で、手のひらの甲側、平側ですね。これを上げて下げます。こういう動きですね。横から見ると、このような動きになっています。最後は手首体操4番です。手のひらを上に向けて、手首の小指側、親指側を横に動かします。手首体操のメリットについてご説明したいと思います。浸透する力、これは合気の一つです。この浸透する力、合気が身につく、これが一つ目のメリットです。で、注意としては、力いっぱいになるだけやらないようにしてください。で、無理をしないことです。十分にこの手首体操が身につかないうちに力いっぱい無理をして動くと、もうそのことだけで故障してしまう可能性がありますので、なるだけ最初は強い重い負荷をかけないで、単独で練習して慣れていただくのが一番いいと思います。浸透する力を養成する手首体操、実際にはどのくらいの効果があるのかをご覧いただきます。手首体操1番ですね、こういうやつです。手首を上下出せます。で、上から体重かけて抑えられています。実際上がらないですけども、手首体操1番でこのように上がっていきます。相手の体が浮いちゃいますね、だってね、はい、こんな感じです。はい、普通に腕力でいくと止まりますが、こうやって上がります。で、今度は下から持っていただいて下ろす方ですね。やっぱり全体でこうやって手で下ろしていくといきませんけども、手首体操を使うとこのように、相手の方が踏ん張ってますけど、はい、このように下まで崩れてしまいますね。はい、手圧が起きますという感じですね。はい、こういう感じになります。手首体操2番ですね、この向かい合わせの形ですけども、手首を横に移動させるやつですね。で、手でいくとこうなっちゃいますけども、手首でいくとこのように動いちゃいますね。反対側に振るとこのように動いちゃいます。で、左右にこうやって動かすのが可能になります。手首体操3番ですね、こういう形ですね。手のひらを下に向けて手首を上下に出せます。手を貸してください。これ下ろす方にいきますね。手でいくと、当然相手変えますが、手首体操でいくとこのように相手の人下に行っちゃいますね。ここからここに行きますね。こういう感じになります。手首を押さえて掴んでいただいて、上はね、さっき の1番と基本同じです。こうなります。こういう感じになりますので、手が浮いちゃいますね。こうやっていただいて、下はこういうふうになります。という感じです。で、最後4番です。手のひらを上に向けて手首をこのように動かしますね。手首を掴んでいただいて、手首を、こっちにですね、動かしますね。こういう感じですね。こう動かす。あと2番と同じような感じになりますね。初期の流れも、このぐらい動くのが可能です。はい、使います。はい、これが手首体操を実際に相手に使った場合の効果と思ってください。